はい、皆さんこんにちは、キヨです。今日はね、なんと10月30日何の日か分かりますか？はい、あれということで、なんと今日10月30日はね、アップルの AirPods Pro の発売日です。イエイ。今日はね、この発売日のために僕4時起きからね、あのフェリーに乗ってバンクーバーの方に来て、アップルストアに並びました。そしてね、見事ゲットすることができました。イエーイ。でね、日本は30日発売で、日本は昨日か、あれ？はい、ということでね、日本も30日発売だけど、カナダが16時間ね、時差で遅れちゃってるから、今僕ね、こうやってなんかわかんない適当なとこでね、パパって撮って、早速ね、アップロードしようと思ってます。てか、いつの間にかね、マジ YouTuber っぽくなってて、やばいなって最近思うんすよ。なんか YouTube やるってやばくない？みたいな結構思ってたんですけど、なんか最近思ってた。はい、ということで早速ね、開けていきましょう。はい、では早速開けていきましょう。えい、よーし、来ました。パカ、おお、紙、よいしょ。おー、やばいやばい。見て見て、めっちゃかっこいい。てか、今思ったんだけど、なんか横長いって思うじゃないですか。縦にしたら前の AirPods と正直あまり変わらないなっていう感じの大きさです。はい、パカ、おお、やばい、めっちゃかっこいい。で、今回のね、モデルは全てワイヤレスチャージングが元からついてるケースになってます。やばい、みんなやばいよ。ちょっと待って、やばい、見て、パカ、かっこよくない？ではね、早速出していきたいと思います。えい、おお、うわ、結構ずっしりしてる、思ったよりか。質感も結構いいね。はい、ということでね、今回の新しい機能がノイズキャンセリング機能が、まあ、目玉ですけど、まあ確かに前のAirPodsとか使ってる時、なんか道路歩いてたり、なんか電車乗ってる時とか、結構車の音とか聞こえてて、それが僕結構嫌だったんですよ。それで今回それをね、克服してくれるのが AirPods Pro ノイズキャンセリング機能付きです。で、今回そのすごいのが、そのゴムが、この先っぽにつけるゴムが3種類あって、耳にはめて、設定からそういうボタンが、そういう設定があるんですけど、それを押したら自分の耳にね、適してるか自分でね、してくれるんですよ、検査を。ものすごくすごい。なのでね、自分に合ったイヤーのね、ゴムのとこをね、機械が決めてくれるっていうね、すごいことで、まあ他のイヤホンにはない機能です。しかもなんか今回取りやすいよね。なんか前はさ、 AirPods このグリって出さなきゃいけなくて、このなんか、なんていう引っかかるじゃないですか、そのグリっていうのがめんどくさくて、これはもうね、そのままパッてすぐ取れるんで、めっちゃ取りやすい。で、今回の付属品がなんとちょっと変わってて、そのいつもはね、USB からライトニングケーブル、AirPods を充電するためのライトニングケーブルなんですけど、今回なんと USB-C、 最近のね、 iPhone もそうだけど、最近 USB-C にね、ファストチャージングに変わってきてます。いずれね、 iPhone とかも AirPods もね、なんか USB-C にね、変わるんじゃないかって予想されてます。それで箱の下にあるのが、この大きさの違うゴムのところ、これが大で小で、中が元からついてる大きさです。で、今回ね、オンラインで最初僕発売日発表されたのがもう2日前ぐらいで、発表されてすぐ注文できたんですけど、その予約して速攻予約したんですけど、それでもなんと2週間待ちで、今ね、普通に注文したり Apple Store 行ったらもう1、2週間待ちなので、今日ゲットできてラッキーでした。で、今回の AirPods はね、 IPX4 の耐水機能がついてるので、まあ雨に打たれながら聞いてても、まあ汗とかでもね、そんくらいなら耐えれる感じのね、耐水機能です。ではね、早速ペアリングしていきたいと思います。はい、では早速ね、ペアリングしていきたいと思います。はい、ではね、早速ペアリングしていきたいと思います。今回アップルのね、 HI チップがついてて、これは AirPods 2と同じチップなので、ものすごく速くて、まあスピードは AirPods 2と同じくらいって言われてます。出てきたー。で、反射で何も見えん、やばい。おー、で、今回新しいのが、このペアするときに、この画面でなんかいろんな説明とか
出てくるんで、まあそれね便利だね。はい、で設定ね、一回ペアリングしたらまずしたいのが、まず設定に行って Bluetooth に行きます。 AirPods のあの i のとこを押しますよ。この画面であのノイズキャンセリングとかの設定とか、新しいあの実は横のとこに 3D タッチの機能を使ったボタンがあって、それでねノイズキャンセリングをつけれるようになってます。はい、それでは早速ねはめていきたいと思います。おーなんか思ったのと違うフィット感。今回はインヤーヘッドホンなんで、イヤホンなんで、ちょっとね嫌いな方もいるかもしれないです。やばい、やばい、ちょっと待って、マジで今まであの飛行機の音が聞こえてたんだけど、つけた瞬間何も聞こえなくなった。マジですごい、やば。なんかいきなりさ、あのわざとテストしなくてもあの自然にねノイズキャンセリングの凄さが分かりました。やばい、ヘッドホンでノイズキャンセリング持ってたけど、やばい、下手したらそれよりすごいかも。にあの飛行機のプロペラめっちゃ音でかいんだけど、マジ全然聞こえないからすごいわ。はい、ということでまず耳につけたら、その自分の耳に適してるあのゴムのとこ使ってるか自動でね判断してくれるので、それをテストするイヤーティップフィットテストっていうのがあります。それを押します。あ、出ました。見てください、ちゃんとね自分に合ってるっていうのをね教えてくれてます。なんかこれで自分の耳に合わなくて、なんか隙間があったりしたらサイズ変えてくださいみたいな出るらしいんですけど、よかったです。マジすごいんだけど、マジでノイズキャンセリングちゃんと機能してる。ということでね、今回は本当にすごくいい機会なので、あのワイヤレスヘッドホンしたことないっていう方は絶対ね買った方がいいと思います。ものすごくやばいですよ、マジでやばいですよワイヤレスイヤホンって。で、僕が3年ぐらいあの発売当時に買って、あのもう最初耳につけてあの服を脱いだ瞬間もうマジ感動しました。でもね当時ねなんか全然流行ってなくて、なんか俺発売日買ったんだけど、学校とかにしてると みんなにやば耳からうどんやんとか言われて、マジめっちゃなんか言われたんですけど、はぁみたいな、2年後みたいな、3年後か、えみたいな、えお前も買ってるやんみたいなね、ふざけんなよっていうことでね、あの時のうどんっていうやつは何だったんだろうって。今回もね、今回うどんっていうよりかね、あのポケモンとかゾンビ VS プランツとかのね、あのねうん、あれにちょっと似てね、残念ということでね。あと今回アドバイスするのが、絶対アップルケア入った方がいいと思います。カナダで40ドルぐらいとか、多分日本だと3000円ちょっと、3500円とかなんだけど、絶対ね入った方がいいです。僕もこれもう3年間使ってて、ちょうど2ヶ月前に壊れたんですよ、バッテリーがおかしくなっちゃって。本当にねものすごくね、あの僕がこの3年ぐらいで買った買い物の中で一番いいと思います。本当にもう毎日使うし、とてもものすごくね役に立つから、本当にこれはもう持っとこないと損です。で、今回絶対にアップルケア入った方がいいです。逆に入らない人はちょっとおかしいと思います。なんか AirPods って結構ね耳からポロって落ちて転げたり傷ついたり、まあ、割れたり、まあ、バッテリーもそうですけど、まあ、片方とかずっとつけてる人いるじゃないですか。で、片方だけ使ってるとバッテリーの寿命が左だけ縮んで、あの一緒に聞きたい時こっちが急に切れたりして、とてもめんどくさいのでね、アップルケアに入ったら、まあ落としてケースが割れても、まあ AirPods 傷ついても、あのアップルに持っていけば無料で修理してくれます。バッテリーも交換してくれますのでね、あのアップルケアはマジで入った方がいいです。僕も見ても3年間使ってもボロボロ、しかもめっちゃね、あのここのマグネットのとこにポケット入れたら砂鉄とか入ってペイントが削れてものすごく汚くなるんですよ。ケースもねなんかもう傷つきだらけだし、アップルケア入ったらもうパッてね1日で持っていけば新しいのと交換してくれるので、アップルケアにね入ることは本当におすすめします。ちょっと残念だよね、なんかアップルの本社があるカリフォルニアとカナダのバンクーバーの時間って一緒なんですよ。
で日本よりか16時間後なんだけど、30日って決めたじゃないですか、発売日で。本社がある国っていうか、その時間よりもその16時間先とか、もう日付変わったら他の国で販売してるから、なんかそれちょっと残念だなと思う。なんかこっちがさ、あのアップルの本社だし、あの時間正式的にはこっちがなんか1日早くてもいいんじゃないかなって思うんですけどね。それでちょっとレビューが遅れて残念でした。でもね、まあレビューできたのでよかったです。おい、レビューしろって言ったそこの前、やってるからな、ちゃんと買うんだぞ、ということでね、皆さん買ってください。では See you。 撮影してたベンチに覚醒剤の注射針がありました。皆さんはね、あの覚醒剤は良くないのでね、見つかったらね、見つかったらっていうか、あの見つけたら触らないようにしましょう。カナダすごくいい街だけどね、綺麗な街だけど、まあ、結構覚醒剤が多いのでね、ちょっとそこは残念かな。はい、ということで重要なことに気づいたんだけど、あの一番大事な音のレビューしなかったっていう、帰りながら今思ってますので、聞きましょう。やばい、めっちゃやばい。っていうかさ、あのまずノイズキャンセリングだから、なんか新感覚。まあ音質もね多少良くなってるとは思うんだけど、まあそれよりあのノイズキャンセリングで周りの音が聞こえないながらのこの音質ということで、素晴らしい。アップルいいことをしました。みんな高いけど、ちょっと高いけど買ってください。本当にイヤホン、ワイヤレスイヤホン持ってない方はぜひ買ってください。本当におすすめします。絶対後悔はねしないと思うんで、まあちょっと高いですけど買ってください、おすすめです。まああの来年の春にまた新しいね AirPods3、 AirPods Pro と今の AirPods 2っていう AirPods 2種類もあるんだけど、今後2つに分かれてどんどんアップグレードになっていくので、 AirPods 3というのがね、あのちょっと長いバージョン、オリジナルの AirPods の新しいモデルやね、色が春、来年の春に出るって言われてるのでね、そっちの方が値段安いし、まあカラーバリエーションもね楽しめそうですけど、まあ予想なんですけどね、出ると思うので、まあちょっと高いっていう人はちょっと待って、そっちを買ってみてもいいと思います。では